そうですね。ねじり小森先行対決。イエーイ。4インチ、これ CO フックの2番。はー、一発でかかりましたね。そうですね、ちょっとやっぱ足際で浮いてるし、足こすは浅いんで近づけないんですよね、はい、テキサスじゃなしに脳進化系かなと思ってやってたら来ましたね。よし、よいしょ。サイズはね、いいサイズだこれ。43。うわ、キッカーですよね、かすみだったら、はい。あと太ってるんで、これすごい。うわ、キロは揺れて超えてます。すごい、ありがとう。暑いんで早めに逃がしてあげます、ね、はい、はい、ありがとう。試合で取れてな、よいしょ、バイバイ。めっちゃ行く、めっちゃ元気コンクルージョンモデルの、68M っていう、今年のラインナップではないんですけども、ベイトパワーフィネス、スピニングのパワーフィネス、あるいはこういう足際とかのパワーゲームできるように P で使える、まあロッドです。まあちょっと足かなり水深浅いんですけど、まずはやっぱ上向いてちょっとスローなのかなっていう夏のパターンですよね。それを考えて脳進化を入れてきたかったんですよ。でまあ最初表層出してみたけど風が強くなってきたんで、でちょっと水面直下行こうかなと思ってカットテールに変えてっていう感じです。これは楽しみな竿が、はい、こいつね相性いいんですよ。もう作ってからあっちこっちででかいの釣ってますよ。すんごいパワフルで、結構スピーディーに、あの、はい、対抗のある42をあっという間に。そうですね、あのこの足際なんかドラグなんか出したら中突っ込まれて終わりじゃないですか、スピーディングなんで、はいはい。まあ、ちょっとドラグ締め気味にして一気に寄せたいんですね、はい。でなので、まあ、これぐらいのパワーがないと、まあ、パワーフィネスと同じですよね、はい。で船近づけないですからね、あっちもう浅くて、はい。なので、まあ、一気に船のこっち側に魚を持ってこれる、まあ、そういった意味でもこの CO フックっていうちょっと伸びない硬いフックですよね、カバー用の。もう間もなくか、もしくは動画が上がってるタイミングぐらいには店頭に並んでるかもっていうぐらいの、その予定です、はい。あ、これ絶対買おう。まあ、針がたわんでしまうと、ね、やっぱファイト中にバレてしまうんで、はい、まあ、一気に魚を寄せるためには、はい、そのカバーオフセットっていう、はい、しっかりコンセプトがあるものじゃないとダメっていうところですね、はい。夏のやっぱカット
テールの脳進化ってこれがですね、効くんですね。はい、これリーダーの、まあ、P ラインは 1.5 号に、はい、リーダーがこれ8ポンドのクロロカーボンを使ってます、はい。まあ、スピングなんでこれぐらいの強度があれば、まあ、結構なところから巻かれてなければ引っこ抜けるかなと思ってます、まあ、ノットはオールブライトノットで 1.5 メートルぐらいのリーダーつけてますね、はい。よし、完璧、ありがとうございます、ありがとうございます。小森さん、今使ってる印象としては、はいはい、そのさはまだまだ発売までに時間かけるってことなんですけど、はい、あとどんなところ調整していこうかなとかイメージはあるんですか？こいつも完成はしてますよ。もともとね、このパワーフィネスのが僕作る気なかったんですよ、はい。で、いや、なんで作るようになったかっていうと、竿がよくできちゃったんです。あのパワーフィネスは、まあ、売らなくても自分が1本使える竿があればいいやと思ってたんですよ、はい。そしたら、まあ、取材に行くとやたらと出番が多いわけですよ、最近。はい、で、トーナメントだとこのパワーフィネスゲームって僕真っ先に避けるところなんですよね、はい。っていうのは JB のトーナメントはこのパワーフィネスが好きな選手が多くて、かぶるんですよ、釣り方がバッティングして。そうです、特に若手の強いところはこの辺得意じゃないですか、はい。だからいまいちこうパワーフィネスを避けて通っててもいいのかなと思ってるところだったんですけど、はい、まあ、あのいい竿できちゃったんで売るかと、そういう感じになりましたね、はい。この CO フックは、はい、まあ、結構オーソドックスな形ですけど、はい、でもすげえこだわっちゃってると思うんですけど、はい、ここら辺が違うぜ、はい。一番はこれ愛の結び目が滑らない、あ、溝がやっぱりあって、そうですね、はい、それは自分のやっぱアイデンティティなんで、はい、まあ、これは採用させてもらいました、はい。それからですね、あの伸びない、これが一番、はい。またあの今みたいに根隠し引っ張ったらそれ伸びますけど、はい、基本的には魚でやると伸びない、上がらない、はいはい。まあ、以前ですね、まあ、他社メーカーの針使ってる時に試合中にやっぱ45から50ぐらいのカスミガルでかけて、はい、ボードにヘリまで来たんだけどジャンプでバレたってことがあって、はい、ジャンプじゃないな、水中で取れた、その時に上げてきたら、はい、針が左右にねじれて最後伸びてたんですよ。あ、で、まあ、僕が信用してるカバーフックでもこの程度、はい、で、じゃあ針がもっと太くすればって言ってシャングのトイモン買ってきたんですけど、そしたら刺さらないっていう事態だったんですよね、はい。でも最近この鏡面のコートのこともあって刺さる針ができてる中で、まあ、ベストなシャングの太さっていうのがあって、やっぱそれと返しの大きさ、はい、それからまあこの強度、はい。で、まあ、オフセットでよく言われるこのまあ段差ですよね、はい、針の方向に針先が向いてるんだけど、このまあネックの部分とこれが平行よりちょっと内側に入っていて、段差が何ミリあるか、どれぐらいの角度あるかっていうのが、まあ、ポイントになってくるんですけど、ここが僕の中では絶妙な平行と、これではこの間に2度から3度ぐらいリーダーが開くんですけど、この段差がすごく絶妙なフッキングを出している。だからズリッときてちょっとでもかかれないです、こうやってから力強いフッキングでしっかり刺していく。このまま状態で上げてくる、あのちょんがかりで上げてくるような針ではないんで、しっかりとした固めの竿でフッキングをさせていくことが条件ですけど、まあ、カバーオフセットなので、まあ、フィネスで使うオフセットとはちょっと違うんで、LO と使い分けてほしいと思ってます、はい。伸びない、曲がらない、そして刺さりがいい。ちなみにカットテールのお尻が小森さんどっち向きになってるのかが気になります。あ、これあんまり気にしてないです。普通にさ、あ、どっちが上でも逆についてる、今こうやってつけてますけど上向きにしてますけど、はいはいはい、もう下になっててもあんまり僕は気にしてないです。オッケー、下に行った方がアクションが大りになって大きなアクションが出せる、こうなってる方がっていう人もいるんだけど、もうそれも気にしてないです。まあ、その例えば、まあ、自分なんかセコいんで、いい、反対側がちょっと破れたらじゃあ逆付けも全然ありでしょ、ね、気にしないで行っちゃっていい、はい、その程度だと思います、はい、ありがとうございます。どっちが釣れるっていうのは実際ないです、はい。どっち使うかというといつも上向きになってますけど、はい、これが正しい形かというとこの方が写真の下着かっこいいじゃんっていうだけで、はい、でも収まりはいい、ね、収まりですね、うん、確か川原さんの逆だった気がしますよ、はいはいはい、はい、だから人によって案外そう逆だったりがあったんで気になって聞いてます、はい。川原さんもこれ理由があると言ってましたけど、はい、僕自身があんまり興味なかったのでちゃんと聞いてなかった、はい、どういうポーズですか小森さん、すいません、はい、じゃああと50で締めたいと思うんで、あの51本お願いします。無理です、お願いします。50あそこのクリアできれば釣れるかもしれないですけどね
ちょっと今日は混んでますからね。いやでももう2時間で勝負決めるって言っていきなり開始早々43。いや、ガチでやれば切れると思ってるんだよ。ちょっとビビりました。だって場所知ってるの。ダメなのはこういうところに全部人がいるときですから。微生物に分解されない条件ってあるじゃないですか。低温か高温、中高温か、あるいは硫黄とかがあるとか、そういったいろんな条件が重なり合わないと実績にならないんですよ。はい、それが食べつつ食べられつつの時にあると思いますか、ね、なんかやっぱ地殻変動みたいなのが突然化石になったんだよね。それを全ておいてありえないって話をしたんですよね。じゃあ何、パラエルワールドから来たんだから、だって海のものが山の上で見つかるっていうじゃないですか、なんでって言ったら、そんなの隆起したら決まってるじゃないですか。隆起してる現場なんて見たことあるんだよく隆起とかさ、大陸移動って言うけど、思ったより動いてないじゃんって話をしたんですよ。でかい地震が来たって隆起したのって変わらないじゃん。隆起をじゃあ何万年かけて変わるのって言われた時に、何万年かけて変わるって言われてるんだったら、こんだけ泥が流出したら陸地って今しか残ってなかったんですよ。そうですね。でも山の上の方にも土があるじゃんっていう話をして、だからあれだよ、パラエルワールドの深い穴はパラエルワールドの高い山の先に出るんですよ。日本海溝に大体陸地が潜り込んでいって、エベレストになってるんですよ。それぐらいわけわかんないふうに考えた方がいいよって話をして、いろいろやっぱ怖いなって書いてる。不思議じゃないですか。不思議ですけど、化石がどうしても理解できないですよ。知りがない。卵の化石とか意味わかんないですか。でその死んじゃうところに卵産むみたいな、突然何かがないとそうはならないですよね。ダメです。しかもそれが埋もったり埋没したりしても分解されずに残ってるんですよ。レッグワームってありそう、ありじゃないですか。この足換えって、この足からこのブレイクフィードを立てますけど、ブレイクまでの間、これどうか、ここよくボイルしてて、次にこの杭、この杭がなくスペチャル予告出ましたよ。最初ね、分かんない。どうしたっていう。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。キャップ、キャップ、キャップ、キャップ。一応。キャップですよ。カトリー名物の。キャットフィッシュ来ました。キャッティング X。キャッティング X。キャッティング X 来ました。霞感出ないですね。いいですね。はい、これがキャットフィッシュです。コンクルージョン。コンクルージョン。で、これほら、ゼラチンがいっぱい。これから取り出したのがゼラチンっていう物質ですね。さっきから全部嘘ですね。全部嘘です。